はい、ABC スタジオの塩です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ライトルームクラシックとライトルームがまたね、アップデートされたので、そこについてお話していきたいと思いますので、興味ある方見ていってください。はい、2022年6月14日にですね、ライトルームクラシックはバージョン 11.4 ですね。で、ライトルームクラウド上で管理する用のライトルームですねは、デスクトップ版が 5.4、 iPhone 用ですね、 iOS 用が 7.4 がまたね、新たにリリースされました。今日はそのライトルームクラシックとライトルームのお話をしていきます。で、ライトルームね、自分は使ってないんで、あんまりこのアップデートについてのお話はねしてこなかったんですけど、このライトルームの方で今回ね、ビデオね、簡単に編集できる機能がついてきたので、ここもね、ちょっと今日はお話ししていきたいと思います。ぜひ見ていってください。はい、じゃあ前半はですね、このライトルームクラシックのお話をしていきたいと思います。今日お話しするのはこの3つです。はい、1つ目が写真のプリセットの適用度を簡単に調整、2つ目が AI プリセットを一度に複数の写真に適用、これがね、素晴らしい機能です。はい、またね、 AI がちょっとブラッシュアップしてきたっていう感じの、若干怖い写真を生業として食べてる身としては、この機能ね、若干脅威ではあるんですけど、これもね、素晴らしい機能になってます。で、3つ目がマスクパネルで、マスクを素早く反転という機能が追加されました。この3つについてお話していきたいと思います。じゃあまず1つ目の写真のプリセットの適用度を簡単に調整というお話をしていきたいと思います。はい、じゃあこの写真を使って試していきたいと思います。プリセットはですね、この現像項目のここでね、自分でね、こう調整をかけたものをここでね、プリセットを追加することができます。はい、で、まあ初期化戻して、例えば自分のね、 A のね、プリセットをかけます。写真を鮮やかにするプリセットをかけます。はい、で、このプリセットをかけた状態で、ちょっとこのトーンね、プリセットのトーンを、落としたいなっていう時に使える新機能がこちらです。はい、プリセットの適用量ですね、ここを調整できるようになりました。はい、今現状はプリセット適用量100です。はい、この自分が作ったプリセットが100かかってる状態なんですけど、ここをギュッとマイナスに減らしていくと、はい、このプリセットね、かけてない状態から、かけてる状態の間でね、かけ具合を調整できるようになりました。これ便利ですよね。これね、素晴らしい点が何個かあって、例えばね、これ100にした状態で、このパラメータ覚えておいてくださいね。例えば露光量、露光量は、1.1プラスの状態です。で、コントラストが、プラス64になってます。まあ、他のやつはちょっと端折って、とりあえずこの2つの数字覚えておいてくださいね。はい、で、例えば、ここからね、80まで落とします。はい、80ですね。そうするとパラメータの方も 80% のね、かけ具合にトーンダウンしてくれるんですよね。露光量がプラス 1.1 だったのが 0.88 に減りました。で、コントラストも64だったっけな、64から51まで減らすことができました。という感じで、このプリセットの適用量を変えることで、ここら辺のパラメータを自動的にね、ライトルームの方で調整かけてくれるんですよね。で、あと他にもですね、ちょっと写真変えまして、この写真何もかかってない状態なんですけど、じゃあ例えば、トーンカーブで S 字カーブをね、かけたいと思います。ちょっとコントラストを上げる設定ですね。はい、で、あと他にも、ブルーのトーンカーブをちょっと引っ張って、黄がかった感じ、黄色がかった感じに調整したいと思います。はい、で、この状態でトーンカーブを触ったプリセットを作成したいと思います。じゃあ今回 YouTube1 としましょうかね。はい、作成します。はい、ここに追加されましたよね。で、もう一回じゃあ初期化しましょう。はい、初期化した状態でこの YouTube1 を選択します。はい、そうするとさっきかけたね、トーンカーブがかけられました。はい、で、ここね、またね、適用量を下げます。下げるとですね、それに付随してこのトーンカーブ具合ちょっと弱まったの分かります？さっきもうちょっとね、急な S 字カーブだったんですよね。100に戻すと、はい、こんな感じで結構急カーブになってるのが、この適用量を50まで下げると、このカーブ具合がね、緩まるんですよね。
だからこのパラメーターの数字だけじゃなくてこのトーンカーブの掛け具合までね調整してくれるんですね。これ面白いですよね。だからあらかじめねちょっと強めのプリセットをかけてしまったとしてもここら辺で付随してね調整をかけることができます。でしかもですねこの適用量ねもうちょっとかけたいなっていう時はプラスアルファね適用量を増やすことができます。100を基準に200から0までね調整をすることができます。ちなみに200までするとトーンカーブこんな感じになります。ポイントがねめっちゃ増えましたけど、こんな感じでライトルームの方で自動的にプリセットのかける具合をね調整してくれるようになりました。これ便利ですよね。でプリセットねよく使う方はここら辺で、微細に、調整できるようになりましたのでぜひね活用してみてください。じゃあ続きまして2つ目ですね。2つ目は AI プリセット一度に複数の写真に適用ですね。これがね素晴らしいです。素晴らしいと同時にちょっとね脅威なんですけど、前回のアップデートの動画の中で新機能としてねマスクが追加されたっていうお話をしました。マスクですね。マスクは、この現像項目のここですね、ここをクリックするといろいろね被写体を選択とか空を選択できるようになったんですけど、ここがねまたさらにパワーアップしてるんですよね。まずじゃあこの息子の写真もうおなじみですけど息子を選択したいと思います。ここの被写体を選択ですね、ここをクリックします。はい、そうすると自動的に息子のねマスクを取ってくれます。はい、で例えば息子の明るさを変えたりとか反転させて、背景をねぶっ飛ばしたりとか暗く落としたりとかね、調整できるっていうお話は前回させてもらいましたよね。はい、これは前回と一緒なんですけど、今回ですねこれすごいのがこの2枚目の写真です。はい、2枚目の写真1枚目の写真と比べて息子の形変わってますよね。構図もちょっと寄って手も上げてね、1枚目の写真と比べたら全然違いますよね。全然違うんですけど、これね設定をコピー皆さん覚えてます？シフコマ S ですね。シフコマ S でここですねマスクを選択します。で選択した状態で同期をかけるとなんと2枚目の写真これねマスクをね勝手に、まあ、反転した状態ですけど自動的に2枚目の写真の被写体を検出してマスクを撮ってくれるようになったんですよね。従来はこの形ですね、1枚目で撮った、息子のこの形のマスクしか、コピーして同期することができなかったんですけど、今回から勝手にね2枚目の写真の形を AI でマスクを取って同期できるようになったんですよね。これすごいですよね。ここまで聞くと何がすごいかちょっと分かりづらいと思うんですけど、じゃあ例えばですねこの4枚の写真、はい、置き撮りですね、自然光で撮った置き撮りの写真なんですけど、これ背景床で撮ってるのでこうテクスチャーが残ってますよね、この4枚ね。はい、こんな感じで、撮ってる写真があるんですけど、じゃあ例えばこの1枚目の写真、これ前回使った写真なんですけど、これをまず、被写体を選択します。はい、検出してくれましたね。でこの写真白抜きしたいと、背景をぶっ飛ばして背景を真っ白にしたいっていう時にはこのね、反転をかけて、露光量ねぶっ飛ばせば簡単に白抜きの写真ができます。はい、これです。これをこのあと他の写真たちに、設定を同期ですね、でマスクを選択した状態で同期をすると、はい、できました。で見てください、2枚目は2枚目のこの服に合わせた白抜きで、次の写真もこのスカートの形に合わせた白抜きで、最後この白シャツに合わせた白抜きを自動的にしてくれるようになったんですよね。だからもうこの設定を同期をかければある程度背景と被写体がね分離できるような場所で撮影したものに関しては形が違えどこんな感じで AI でね簡単に形に沿った白抜きができるようになったんですよね。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。こうやって普段ね置き撮りでね、背景を白飛ばしにして撮影するような方にとってはかなり効率化が図れる機能になったんじゃないですか
んじゃないかなと思うんですよね。まあ、若干ねここら辺のアラはね目立ちます。白い商品に関してもこういうねイケイケ背景と同化してしまいがちだったりとかするんですけど、まあ、そういう細かいところはねまだまだ荒い部分はあるかもしれないんですけど、ある程度ねざっくりで OK であればこれ一発でね全データを白飛ばしできるようになったんですよね。もうすごいですよねこの日進月歩ね。だからこの機能をね有効的に使えばだいぶね時間を節約できると思います。というわけで2つ目の機能が AI プリセットを一度に複数の写真に適用という新機能でした。はい、素晴らしい。で3つ目はマスクパネルでマスクを素早く反転っていう機能ですね。これはねもうおまけ程度な、機能なんですけど、じゃあ例えば、この太陽の塔ですね、同じように被写体を選択します。はい、そうすると、太陽の塔だけね、くり抜くことができました。で例えばこの太陽の塔の、明るさですねトーンダウンさせて、でなおかつ背景をぶっ飛ばしたいという時には従来はこの新しいマスクをまず作成します。で被写体を選択しますよね。でこの、太陽の塔のマスクを反転させて、空をね選択しますよね。でこの空を、ぶっ飛ばすことで白飛びさせることができます。こうすることでこのね、太陽の塔だけをね、調整することもできるし、こうやってね真っ黒にすることもできるし、背景をぶっ飛ばすこともできます。はい、で今回ですねこのマスクパネルでマスクを素早く反転なんですけど、もう一回ね初期化戻しました。で太陽の塔を選択します。はい、このね太陽の塔と背景のマスクですね別々で調整したい時に、今回はこのマスク1のここですね、このマスク1にカーソルを持ってくると3つのね点が表示されます。ここをクリックしてここですねマスクを複製して反転です。これをクリックすると自動的にこの太陽の塔マスクと太陽の塔以外のマスクですね、まあ、今回の場合は空のマスクですね、これを自動的に素早くね、作ることができるようになりました。まあ、時短っちゃ時短なんですけど、もう数秒程度ですね、5秒10秒程度のね時短ができるようになりましたっていう話ですね。従来の方法だと被写体を選択で新しいマスクをもう一回作ってで反転させるだけなんで、まあおまけというかねどっちでもいいんじゃないかなと思います。というわけで今回ね Lightroom Classic の新機能3つをね紹介させていただきました。あと他はねいつも通りの更新っていう感じですね。では後半はですねこの Lightroom のクラシックなしですね、クラシックなしの方の Lightroom でビデオ簡単に編集できるようになったので今回ね、お話ししていきたいと思います。必死スタジオのチャンネルではこの Lightroom クラシックなしの方ですねのお話は触れてこなかったんですけど、今回から Lightroom クラシックなしの方で動画のね簡単な編集ができるようになったのでそこについてお話していきたいと思います。もうあらかじめ動画ね読み込んでます。こんな感じで、動画なんですけど、この動画に対して、簡単な編集が行えるようになりました。例えばこんな感じで、露光量を変えたりとかコントラストを変えたりとか、あとは、ホワイトバランスですね、暖色系寒色系にしたりとか、あとは色かぶりとかね、こんな感じで、簡易的な編集ができるようになってます。と彩度をね上げたり下げたりすることも簡単にできるようになってます。であと他にもですねここら辺の、カラーミキサーでこのグリーンのね色相を変えたりとか、これすごいですよね、動きながらね一定の色相だけね変えることもできますし、サイドもね上げ下げすることもできますし、でカラーグレーディングもねできるんですよね、中間調をいじってで全体をちょっとブルーがかったりとかね、することもできます。でここをクリックするとねビフォーアフターこんな感じでカラグレがかかってるの分かりますよね。もう一回見てもらいましょうか。ビフォーアフタービフォーアフターね、こんな感じで簡単に、カラグレ調整とかねカラーミキサーとか、露光量とかコントラストとかを、触れるようになりました。
で、あとプリセットもね入ってるんですよね。ここのプリセットをクリックするといろんなプリセットが、入っているので、お好みのね調整があればそこをね、使って動画を簡単に、編集することができるようになってます。はい、面白いですよね。だなんかね、写真感覚でこの動画の調整ができるので、自分はこの、Final Cut Pro を使って、動画の編集をするんですけど、これのねカラグレとか明るさの調整とかってちょっと違うんですよね。 Adobe 系とは違ってちょっとね調整の仕方が違います。もちろん DaVinci もね違うと思います。プレミアをね使ったことないんで分かんないんですけど、こんな感じで写真を触る感覚で動画のね色調整明るさ調整等をね、行うことができるので非常に簡単です。写真ユーザーからしたら難なくね、使えると思います。で他にもね微細とかまだちょっと触りきれてはないんですけどね、はい、こんな感じでちょっと微細に触るような項目ですかね。あとは、ね、感触とかね冷たい感じの調整、これやりすぎやな。こんな感じでちょっと寒色系のね調整をしたりとか、暖色系とかね暗いとかね明るいとかいろいろあるみたいなんで、自分のね、好みのプリセットね探してみてもいいんじゃないかなと思います。あ、そうそう、このプリセットは以上で、周辺光量もねこうやって変えることもできますし、あと粒子ですね、ちょっとザラついたテクスチャーを乗っけることもできます。こんな感じでノイズですね、ちょっとレトロライクな動画にしたいときはここら辺を使うこともできます。はい、という感じですね。で他にもねこのポイントカーブとかね、テクスチャーとか明瞭度とかもあるんですけど、ここはねまだ未対応みたいですね。これ多分写真用のパラメーターで、写真だったらここら辺触れると思うんですけど、ポイントカーブとかテクスチャー明瞭度等はまだ、対応してないみたいです。あと他にもねディテールとかねここら辺の調整はできないみたいですね。であと調整できる項目がこちらですね。はい、回転と反転ができるようになりました。はい、こんな感じで簡単に回転をかけることができますし、あと反転ですね、左右反転もちょっと時間かかるかな、はい、できましたね。こんな感じで反転もできます。左右反転とあと上下反転ですね。こんな感じで、簡単に反転と、回転を行うことができます。でここでねクリップの、長さ調整もねできるようになってます。はい、カットしてつなげてっていうねそういう細かい編集はできないみたいなんですけど、動画の尺を変える程度の、簡易的な、調整はできるようになってるみたいですね。はい、という感じですかね。あと他のね、修復とかマスクとかそこら辺の機能はまだ対応してないっていう感じですね。で書き出ししたい場合はここですね、ここで書き出しはできるみたいですね。でリンクを共有することもできるみたいですね。 Lightroom ってクラウド上で管理する、ソフトなんで、そこら辺は共有できるようになってるみたいですね。はい、ですみません、モバイル版でもね編集できるようになってるっていうお話をねし忘れてたので、追記で撮影してます。これモバイル版の、Lightroom なんですけど、こちらの方でもいろいろね、このように編集できるようになってます。ちょっと初期化させてもらって、はい、例えばライトの明るさですね、露光量を変えたりコントラストを上げ下げしたりとか、あとは、カラーで、ホワイトバランスですね、暖色寒色にしたりとか、もちろんねこれ動画再生しながらね、色をねこうやって調整することもできます。はい、であと効果ですね、効果は周辺原稿とかねこういう感じで、することができます。だからデスクトップ版とほぼ一緒のことができますね。粒子もこんな感じで調整することができます。であと他はですねこのようにプリセットも入ってますね。はい、プリセットでこんな感じで、選ぶこともできますし、でなんか、プリセットのね種類はデスクトップ版とちょっと違うみたいですね。ポートレート濃い肌とか中間の肌とかね、白黒とかグループとかいろいろあるみたいなんで、まあ、ここら辺はお好みで選んでもらっていいと思います。いろんなテーマもねあるっぽいですね。旅行とかね、すごいな、いろんなプリセット入ってますね。うん、ちょっと一回リセットしてかけてみようかな。初期化してプリセット旅行、うん、いい感じですね。うん、
こんな感じでいろんなプリセットを楽しむことができます。であとトリミングですね、動画の、クリップの尺をね調整することもできます。でデスクトップ版であるけどこのモバイル版でできないこともいくつかあるみたいで、例えばね、ここ回転左右反転上下を反転ってあるじゃないですか、ここはね選べないようになってます。今タップしてるんですけど、グレーのまま、触れないようになってます。であともう一つが、カラグレですね。カラグレは、かけられないようですね。カラーをタップして一番上の方に色調整とミキサーってあるんですけど、ここもね選べないようになってます。白黒も選べないようになってますね。色温度とか色かぶりは触れるんですけど、色調整ミキサー白黒そこら辺は触ることはできません。白黒はねこのサイドをね下げればモノクロに調整はできるんですけど、ここら辺はねまた今後ね対応していくんじゃないかなと、思います。モバイル版はそんな感じですかね。で動画の読み込み形式なんですけど、 R5 とか R3 で撮影した C-Log 形式、あとあと編集目的で、あえて眠たい状態で撮影するログ形式の撮影が R3 でも R5 でもできるんですけど、それは読み込めなかったです。であと、ローですね、ローの動画形式も読み込むことができませんでした。だからまあそこら辺もね後々アップデートしていって触れるようにはなっていくとは思うんですけどね。はい、というわけでこのライトルームクラシックなしの方で動画を簡易的に触ることができるようになりました。これはねもうゆくゆくねこのライトルームクラシックの方でも動画の編集ができるようになっていくんじゃないかなと踏んでます。まあおそらくですねこのライトルームクラシックユーザーの方が圧倒的に多いと思うんですよね。ライトルームクラシックなしよりも、こっちのユーザーの方が多いと思うので、ゆくゆくはねこっちの方でも対応していってくれるんじゃないかなと思います。だから今回は動画の編集も写真みたいにできるようになりましたよっていうね、スタートラインに立ちましたよっていうような感じですね。おいおいね、ここら辺は、ブラッシュアップされていくんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今回はライトルームクラシックとライトルームの新機能についてお話しさせていただきました。というわけで今回は以上になります。それではさようなら。